お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、2021年1月9日にね、行われるクララは紅白戦のね、動画になっております。でですね、赤組僕団長を務めさせていただくんですけども、そして白組団長が、剣詰めしというところで、詳細が出てる段階だと思うんですけども、他に誰が出るのっていうところは多分皆さんね、気になってると思います。それはね、今回ね、発表していきたいなと思います。僕のね、チャンネルで、今回赤組のね、もう全員ですね、最強の布陣をね、紹介します。なので、概要欄に、白組剣詰め師がね、メンバー紹介してると思うので、そちらのリンクを貼っておきますので、白組もちょっと見たいなって方は概要欄からね、飛んでいってください。ではね、早速、赤組。僕、赤組は9名います、なんと。9名紹介していきたいなと思います。まず、1人目。俺。そしてですね、2人目。キヨキヨさんでございます。キヨキヨさんでございますね。キヨキヨさんとはね、一緒に動画撮影とかさせていただいたり、結構ね、いろいろやらせていただいてるんですけど、キヨキヨさんがね、赤組でございます。そして、3人目でございます。イケメン、イケメン、イケメン、池田翼です。池ツバですよ。枯渇がマジでうまいですね。ただのイケメンでございます。そして、次、4人目。プリンス、ジャイ、ロイ、ジャイ、ゴブ、ジャイ、テングアッツ。テンゴットですね。天下一のジャイ使いと呼ばれる、真顔がね、有名な、もうトレンド真顔。テンゴットでございます。続きまして、5人目。ピヨピヨピヨ。ピヨピヨピヨ。縛った。縛った。縛った。焼き鳥です。もう本当にね、公式戦とかでもバンバン芝スペルをいっぱいかましちゃう、全然良くない、全然良くない焼き鳥です。というわけで、今5人をね、紹介しました。誰があといるんだろうとか、ちょっとね、想像しながら、考えてみてください。続いてね、なんと、6人目でございます。アマチュア？誰が強い？アマチュア頂点？寝てたら世界2位取っちゃった。グリコさんでございます。これマジで強いですから。もうね、アマの中のトップオブトップでございます。そしてですね、7人目。最強、最強使ったな、最強使ったな、おい。みかんさん、みかんさん、みかんさん。ライクさんでございます。ライキン・ジョーンズ先輩ですね。いやー、頼もしいですね、一緒のチームというのは。そして、続いて8人目でございます。私、最強、AI、麦です。麦でございます。もうこれはね、誰もが知ってる、もう日本で一番強いのは、もう本当に世界のトップオブトップ、麦でございます。麦がね、赤組に入ってくれました。続いて、9人目で、ラストでございます。誰だ、誰だ、誰だ？イカれたやつ。天才を超えた天才。サイコパス。KK でございますね。KK もマジで、本当に世界トップオブトップでめちゃくちゃうまいやつですね。うまいやつ多すぎなんですけど。というわけでね、赤組のね、選手全員発表がね、終わりましたと、いうことでね、ちょっとこう一戦一戦、誰が、一体誰と戦うのとかめちゃくちゃ気になるくらいですか。ちょっとそういうのもね、こう概要欄でちょっと予想してみたりだとか、Twitter とかでもね、誰対誰、ちょっと見たいなとか、
はい、ぜひね、予想してみてください。ツイートとかもね、はい、ぜひお願いしますと、まあ、いうところで、今回ね、赤組を僕がね、はい、発表したんですけども、白組のね、メンバー発表は、ケンツチャンネルでね、行われてますので、そのね、動画も概要欄に貼っておくので、ぜひね、そちらを見てみてくださいというわけでね、終わります。皆さん、絶対見てね。じゃあ、まだねー。